小説とか電話何十層何十通りなんかじゃない中華に騒ぎ出したこと何を見たく行き止まりなんかもしこんなディスコショー容赦ないでいつの間に見失うI'm not afraid to die.
Thank you.
束されたくせよ叶わぬことだって腐れるほどあるんだよそれ数え生きてくことに何の意味もないだろう誰が先ほどの未来を信じられているのかそこに希望を感じてるかさあなたと愛するって決めたなら愛してそう信じて決めたからこう信じていくだけ
高いと思うんですけども、言う前に言うなやすいません、ありがとうございます。嬉しいですよ、本当嬉しいです、ありがとうございます。さあ、ということでですね、最後の曲はなんと私なんかえっと思ったんですけども、この曲はですね、あ、禁じ手の曲やけどちょっと言ってみようかななんて思ったんですけども、まさかの昨日ツイッターを開いたらこちらの劇場版がどうやら公開されるということをお知らせいただきました。なんと冒頭で10分間なんか流れたなんていう風に話を聞いて、昨日見てきて、ああこれファンに怒られるなと思うような曲を選んできてしまいましたので、どうか今度こそ温かい目で見てください。よろしくお願いします。そして皆さん全体知ってる曲なんで、コールもよかったらとか手拍子とかお願いします。一緒に盛り上がってください、あったかくしてください、よろしくお願いします。では最後の曲聴いてください、残酷な天使の天才。エヴァンゲリオンのファンの皆さんは申し訳ございませんでした。いやでも
しかし2020年に公開された劇場版、本当におめでとうございます。いや非常にですね、映像を見たんですけども、やっぱり一斉ご飯がたまらんのですよ。楽しかったですね。一人昨日夜中でふわっとなって寝たのが3時ぐらいでした。あー眠たいので、だから帰りたいと思います。今日は吐きかけたので、もう今日はね、またリハビリをお家でして、またしっかり元気になって皆様にお会いできたらと思います。よかったらまた遊びに来てください。よろしくお願いします。最後にツイッターやっております。ツイッターのアカウント名はSS_0C0 アンダーバー RR です。わからない方は、漢字でさっきのさらって検索してもらうと多分出てくると思います。ただいま無所属でですね、フリーで活動していますので、よかったらお仕事関係の皆様とかどっかいらっしゃいましたら、ダイレクトメールの方でお待ちしております。よろしくお願いします。そして、今日お越しくださった皆様、今日は出会えて本当に